こんにちは、ウィルツアーです。今回はですね、2017年から18年にかけての年末年始を、海外で、行く年来る年という形で、ご案内しております。で、現状でのですね、残席情報をお伝えしておりますので、早めのご予約をお勧めしております。それとですね、この動画の最後にですね、もうスペシャルなちょっと特典を申し伝えたいと思ってますので、ぜひ最後まで、お付き合いお願いします。まずですね、福岡発着の、ですね、香港です。12月の30日出発、こちらなんですけども、12月30日出発の4日間、直行便を利用します。149,800円です。食事と夜景で、楽しめて、年末年始のカウントダウンもかなり派手に行われるということです。それからですね、次に大人気のこちらはハワイです。ハワイ年末年始高いんですけど、これ今空席ありますのが12月の28日です。の5日間なんで、28、29、30、31、1日の夕方には日本にも着いてるっていうパターンなんですけど、年末のハワイを、お楽しみいただけるということですので、12月28日出発で26万7000円のプランになります。それからですね、続きまして、これもアジアから一番近いグアム、ビーチリゾートグアムでございます。チャーター直行便利用しまして12月30日の出発で219,800円です。そしてですね、今度はアジアのビーチになりますけれども、これは20万をですね、切っております。ここの表示価格は最低価格から最高価格まで書いてあるんですけど、今空いているものとしてですね、伝えておりますけれども、12月30日出発の5日間、もうベスト日程ですね、179,800円のものが空いております。透明の海、これはですね、世界有数でございますので、非常に海重視の方にはおすすめです。それから、あともう一つ、アジアの、ビーチですね。これバリ島5日間、これも、ベスト日程12月30日出発の5日間、チャーター直行便を利用した福岡発着のプランです。現状199,800円のプランに空席がございます。バリ島はもうどなたが行かれても楽しめるディスティネーションございますのでおすすめです。人気があります。と最後にですね、アジアンシティからですね、こちらのアジアンシティのパンフレットから、ベトナムホーチミンのんびり旅ですね、4日間のご案内をいたします。ホーチミン4日間、出発はですね、12月の、31日ですからの4日間なので、1月3日のご帰国という形になりまして、こちら値段がですね、少し、4日間というのもありますけども、直行便ですよ。直行便で行って、145,800円なんで、比較的リーズナブルなのかなという感じがしております。はい、以上、ですね、6つの、旅行先を伝えました。いずれも人気のあるところなので、これですね、まだ空席、今とかありますけども、非常に、こちらに関してはすぐ満席になる傾向が常にありますので、お早めの、ご検討をお願いしたいと思っております。ぜひ、ご連絡お待ちしております。で最後にですね、こちらの、いろんなパンフレットをお見せしましたけれども、ご連絡いただいてウィルツアーを窓口に、申し込みいただきますとですね、パンフレットのこの、今申し上げた価格からですね、 3% お一人様あたり 3% 割引をして、販売しております。ですので、もう10万20万超えておりますので、 3% といっても結構な金額になると思います。ぜひ、年末年始ウィルツアーでのご予約をお待ちしております。よろしくお願いします。